マジョルカ征服の際のアルモガバルスはアラゴン王国に仕えた傭兵集団。イベリア半島でのキリスト教徒のレコンキスタで活躍した。14世紀、彼らはイタリア、十字軍国家、レバントでも傭兵となった。アルモガバルスは、もともとはピレネー山脈発祥で、後にはナバラ王国、アラゴン王国、カタルーニャへ傭兵として流れていった。彼らは鎧を身につけず、素肌を晒し、粗末な靴を履き、古代ローマの不評軍団と同じような武器を持つ、辺境民や不評であった。二つの重い投げ槍、または細身の槍、そして尖った短剣を持っていた。彼らが戦闘の際に重視したのは、俊敏さであり、相手が重装備の場合は特にそうであった。まずアズコナと呼ばれる、重い投げ槍を馬に投げつけ、落馬した騎手をコルテルという肉切り包丁とナイフを合わせた短剣で関節部のように比較的装甲の薄い箇所を切り裂いた。カタルーニャの年代記サッカラモン・ムンタネーの記述にフランス騎士の足はすね当てがついたままで落ち、その刃物は馬の横腹に手の半分まで埋まった。とあることからも彼らの武器の鋭利さが伺える。また戦闘の始まる前に聞け、鉄が目覚めるぞ、と歓声を上げながら武器を打ち鳴らすのが常だったという。彼らはプロの兵士であり、王侯、カトリック教会、貴族、または地方自治体に金のために仕えた。その評判が伝わり、彼らは東ローマ帝国に雇われた。アラゴン王ペドロ3世が1282年3月20日のシチリアの晩鐘後、アンジュー伯シャルルとナポリ・シチリアをめぐり戦争状態になると、アルモガバルスはアラゴン軍の最も影響ある部隊となった。彼らの風紀と凶暴さ、槍を力いっぱい投げる力、行動力がアンジュー伯軍の重装騎兵隊を非常に恐れさせた。彼らは騎士の代わりに最初馬に乗って攻撃して騎兵隊と戦った。一度騎士が地上へ叩きつけられればアルモガバルスの餌食になるのはたやすかった。1302年のカルタベ・リョッタの和議で南部イタリアでの戦いが終わると首領ロヘル・デ・フロール率いるアルモガバルスらはカタルーニャ傭兵団を組織しオスマン帝国との戦いに明け暮れる東ローマ皇帝アンドロニコス2世。パレオロゴスに仕えた。アラゴン及びシチリアの両王らはこの提案に同意した。1303年から1304年、小アジアでのアルモガバルスの遠征は軍事的勝利の連続だった。しかし、財政難だったためか賃金はなかなか支払われず、これを不服としたアルモガバルスは暴力に訴え、東ローマ国民にとって耐えられない存在となっていった。ロヘル・デ・フロールと彼の部からは、1305年に保証について話し合う場で、皇帝の皇太子であるミカエルによって暗殺された。おそらく、カタルーニャ傭兵団を蚊帳の外に置いたまま己の地位と権力を維持したいと企んだ、ジェノバ商人がそそのかしたとされる。この裏切り行為の結果、アルモガバルスの残党は、帝都コンスタンティノープル近郊を荒らし回った。その結果として、アルモガバルスはフランスのブリエンヌ家が治めるアテネ公国へ進軍した。アテネ公ゴーティエ5世は1310年3月、ボイオーティアでのハルミオスの戦いで敗れ、国は破壊された。アルモガバルスは多くのフランス貴族の宰相や資産を分割し、アテネ公国をアラゴン王へ献上した。アテネ公国のアラゴン王国支配の基盤は、アルモガバルスの全盛期の功績となった。公国はその後オスマン帝国に奪われたが、今日ですら、スペイン王は、アテネ公及びネオパトラス公の称号を保持し続けている。その後、グラナダ遠征、サルデーニャ遠征、マジョルカ王国征服へ、アルモガバルスは駆り出されるが、15世紀に入ると、その存在は消えてしまっていた。アルモガバルスの名は、スペイン王フェルナンド7世時代の内戦で短期間だが部隊の別称として復活したことがある。現在のスペイン陸軍の空挺部隊も第6アルモガバルス落下産系不評旅団という。この項目はブリタニカ百科事典第11版を参考に作成している。ありがとうございます。